皆さんこんにちは、元自衛官のタレントの飾りです。いやー今日はですね、久しぶりのエースコンバット7やっていきたいと思います。久しぶりですね。なんとですね、今公開中の映画トップガンマーヴェリックとのコラボ企画、ダウンロードコンテンツが配信されているということで、ちょっとやっていこうと思います。じゃあ頑張りましょう。いやー、ちょっと楽しみですね。最強のコラボじゃない？はーい、あー久しぶりこの画面。じゃあ早速機体見ていこうと思います。あ、こんな感じでね、実際にトップガンで登場した機体が追加されてますね。いいですね。トップガンマーヴェリックの DLC はですね、こちら全6機種が追加されてます。じゃあ F14 から見ていきますか。おなじみ1作目のトップガンでマーヴェリックが乗ってた戦闘ですね。どれどれ、英語。あ、スペシャル 14A。 おー、なるほど。遠距離、近距離ともに対空戦での能力はすごいということでね、 F14A、 まあトップガンといえば F14 ですね。はい、こんな感じでマーヴェリックスキン、アイスマンスキンを含む8種類スキンがついております。いいですね。なんかちょっと赤と白とかだとさ、あの航空自衛隊の T4 みたいな感じよね。こんな感じで着せ替えができます。かわいい。いいですね。スタイリッシュだよね、 F14。やっぱり私はその時お尻が好きだからお尻見ちゃおう。このね、可変翼盛り上がりがたまらなくいいですよね。ま、なんちゅうか肩幅が広い感じというかね、後ろからさ、ね、F14 見るとちょっとね、トップガンのあるシーン思い出しますよね。多分映画見た人ならわかるかも。こんな感じです。可愛いですね。あら、正面もイケメンですね。相性トムキャットに恥じないイケメンぶりでございます。ちなみにね、私はあの基地サイトでね、あの戦闘機とか航空機が展示されてる際は真正面と、あと真後ろから写真撮るのが好きですね。真後ろが撮れる場合ってあんまないんですけど、大体真正面撮ったりします。皆さん、トップガンおよびトップガンマーヴェリック見てますか？ちょっと見てる人が大半かもしれませんが、私も両方見たんですけど、まあ、熱い展開でしたよね。ちょっとトップガンファンがね、見たいものを全て見せてくれたような感じがしますよね。今回のエースコンバットもこの映画での熱い展開を思い出させてくれるコンテンツとなっております。こんなわけで気になっていた T4 柄も見ていきましょう。赤と白が可愛いですな。上からコックピット見てみます。あら、素敵、美しい広い背中でございますよ。いいですね。紅白の背中美しいです。こうして上から見るとすごいね、まあ、可変翼っていうのもありますけど、背中が広く感じるというか、なんていうか。はい、では次ですね、 18E トップガンマーヴェリック主役ですね。映画でたくさん活躍してましたよね。で、 18E を示した特別な機体、高い水準でバランスの取れた機動性能を持つということですね。で、一番下には This is Special Aircraft トップガンマーヴェリックって書いてありますね。いいですな、熱い。勝手にテンションが上がる飾りであります。ではちょっとじっくり見ていきましょうか。おお、これはいいもんですね。これはいいね。あー、よかよか。おお、トップガンの文字が書いてあります。テンション上がります。黒とブルーのね、コントラストが素晴らしいです。あ、後ろこんな感じです。トンボ感あります。なんかね、戦闘機の後ろってちょっと昆虫感ありますよねっていつも思う。あ、そうだそうだ、あのね、 F18C と比べてね、エアインテークの開口部わかるかな、がステルス性を向上させるために、あの平行四辺形見えるかしら、平行四辺形にね、ちょっと変更されてるんですよね。これでちょっとステルス性を向上させているってことです。この角度からはね、多分格納庫に寝そべらないと見れないよね、これ。普通の航空祭とかで行っても見られない角度だから、すごいいいよね。あとゲームだとこんな長い時間にね、まじまじと戦闘機見ていても怒られないから。いいですね。いいね、細部のディティールすごい、かっこいい。お、お、お、あ、あ、これはキャプテンピート・ミッチェル、タックネームマーヴェリック、ここに書いてありました。テンション上がりますね。え、めっちゃさ、再現率高くない？では次ですね、第5世代機となっております。まあ、トップガンマーヴェリックで敵が登場していた、戦闘機となっております。優れた汎用性を誇る第5世代戦闘機、高機動性能に加えて秀でた拡張性能を有しています。でも、どっかの戦闘機には若干似てる気もしなくもないんですが、こちらもオリジナルスキン含む6種類のスキンがついております。うん、
こっちはこっちでね、なんかね、あのシャープな感じがするよね。それではちょっと全体見ていきましょう。じゃじゃん。はい、全体的にシャープでスリムな印象ですね。うん、第5世代戦闘機、まあ、敵の戦闘機ということでちょっとシャープな感じがしますね。で、はい、お尻こんな感じです。あ、若干ね、あの昆虫っぽさというか虫感ありますよね。若干ちょっとね、あの昆虫のお腹のような感じのお尻になってますね。はい、上から流れ見えるのもまたいいですね。ディティールもかなり細かく再現されております。はい、ですね、コックピットの前にはですね IRST、赤外線捜索追尾システムというものがついてます。このコックピットのね、コックピットの正面に見えるの分かるかな、これが IRST というものです。航空自衛隊の F-15 でも採用されそうだったんですが、まあ、確か開発やめてたはず。ヨーロッパのラファールとかグリペンとかについてたかな。はい、主脚はダブルとなっております。主脚カバーもね、しっかりと再現されております。もう手が細かい機体を潜り込んで見られる、これもまたいいですね。楽しいけどみんなついてこれてるかなさあ次はですね、ダークスターですね。まあ、マーベリックが映画の前半でですね、マッハ10、マッハ10に挑むシーンで登場していた機体となっております。まあ、他の航空機とは一線を画する、航空飛行、高速飛行能力を持つ超音速、極超音速ステルス戦闘機となっておりますとありますが、まあ、実際というか実はこれ、架空の機体でございます。ただしCG ではなくてですね、映画の撮影の際は実際にモデルの飛行機を作って撮影したそうですね。びっくりしました、CG なんちゃうのと思ったけど違ったね。こちらもですね、オリジナルスキンを含む6種類のスキンがついております。では見ていきます。おお、かなりやっぱりね、宇宙船感はありますよね。おお、かなりあのライトかなり反射してるぞ。表面、あ、なんか表面白っぽいですね。ステルス機はだから、ステルスって表面、絶対表面っていうわけじゃないけど、なんかこの機体はすごい表面ピカピカに見えますね。あ、機体の下もこれは反射してるよな。表面っぽいように見えます私の班長会よりピカピカなんだけど整備がちょっと大変そうですね。ピカールとかで磨くかな第5世代戦闘機よりももっと鋭利っていうか、もう宇宙船だよねこれだってさ、表面でさ光る機体ってもう UFO やんそれはい、デンジャージェット、デンジャーインテークって書いてありますね。はい、私デザイン学科の大学出てるので、こういうフォントとか戦闘機、特に戦闘機航空機のフォント見るのめっちゃ好きなんですよ。分かる人いるかなかわいい。あ、ちょっと待って、これはノーステップって書いてあるな。ノーステップって書いてあります。はい、ノーステップ踏んじゃダメですね。大事なことはね、分かりやすく表記しましょう。なんだろう、ちょっと使徒感あるというか。はい、かなり近未来的な機体となっておりますね。大変良いと思います。はい、それでですね、特典はその他にもこんな感じでね、コラボレーションアイテムとか、あとね、ニックネーム、見て、ニックネームがついてきます。ルースターとかね。トヨータとかね、アイスマンとかマーベリックとかね、ニックネームがついてきてます。これは嬉しい。ちなみに私はアイスマンが好きです。あ、そうだ、あとね、こんな感じでね、ハンガーを変えられるんですよね。いろいろ機体を置く場所を変えられます。おー、いっぱい変えれる。まあでもやっぱりねまあやっぱ空母ですよね。トップガンだからね。トップガンといえば船が似合いますよね。こんな感じでこう自分の好きな機体を自分の好きな場所で見られるっていうのは大変よろしいかと思います。最高ですね。それではですね、ちょっと実際にね、マーベリック機体で出撃してみようと思います。では行ってきます。特殊兵装を使う気がないので、とりあえず対地爆撃を止めます。せっかくなので機銃のみでエースモードでやっていきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、トリガーです。トリガー、君のコールサインは明治2だ。確認し、復唱せよ。よし、思います。離陸を許可する。実際に機内は逼迫している。着任したばかりで済まないが、君の確かな腕が必要だ。頼んだぞ。
懐かしいな。コースも結構前よね。久しぶりに会うんで、スポンサーごめんなさい。頑張ります。よし、行くぞ。おりゃ。いいね。トップガンマーヴェリックの機体でさ、ミッションやる。これはテンション上がりますぞ。これ以上の被害を出すな。食い止めるぞ。頑張ります。こちら A ワックススカイキーパー。いいかしら。侵入した所属不明の爆撃機を全機撃墜せよ。護衛機の数は多くない。先の攻撃でレーダー設備を広くやられた。各機の奮闘を期待する。頼んだぞ。上行こう。頑張ります。いた。俺が領機だ。コンタクト。トリガー、俺が天気だ。はい、頑張ります。お願いします。トリガー、天気だ。ちょっと。そう、今日、ミサイルも撃ってないから。やったー。よし。オッケー。よし、トリガー、レーダーを切り替えろ。やるな、明日。ありがとうございます。今、ミサイル持ってないんだ。あれ、AWACS、ピクチャー。AWACS。ああ、いた。コンタクト。ずいぶん高いところを飛んでるな。はい。飛行してください。飛行しようとします。おお。エンジンパンク。敵の通信。よし。頑張るぞ。なんせ、こちらね、機銃使いのマーヴェリックですから。いや、やだな。マーヴェリック機体が先。ミサイル積んでなくてさ、機銃だけで迫ってくるんだぜ。めちゃめちゃ嫌じゃない。伝説になるやろ。近。いけるかな。ほら。もう一回。行くわよ。機銃。よっしゃ。機銃当たった。これは伝説になる。初めてのミッションでマーヴェリック伝説になる。やったー、ミッションクリアです。オールクリア。やったねー。いい感じです。ちゃんとね、ガンズオンリーボーナス出てるから。これはね、エースコンバット7でも MRP 稼ぎに有効ですね。はい。ボーナスいただきました。やったー。これね、コラボ企画ということで、もうこのステージはね、外せないよね。はい、警告のステージとなっております。正直あんまり得意じゃないんですけど、精神力が必要なステージは心が折りたいがちなんですが、頑張ります。あー、そっか、夜だとこうやって光ってるんだね。トップガンマーヴェリックで夜飛んでるとこってあったっけ。多分ないよな。ごめんなさい、私が見落としてたらあれなんですけど。よし、警告行くぞ。警告。トップガンマーヴェリックといえば警告やろ。いやー、やりますか。はーい。緑の位置いいですよね。安心するぞ。アナログ感でいいよね。よし。途中までちょっと、ここで行こうかな。映画を思い出しますよね。結構、その映画見た時思ったんだけど、もろこれ、あれじゃないと思って、エースコンバットのさ、ミッションやんと思って、最初に見た時に。渓谷に行って、しかも渓谷の上の方に行くと、映画ではない、上の方に登っちゃうと、まあ、敵のレーダーが発動して、敵のミサイルが勝手に飛んでくるっていうだったんですけど、もろ演出だった。今もこんな感じで敵の目をくぐり抜けながら渓谷を行ってます。実際に戦闘機ってさ、警告をこうやって飛ぶことって可能なのかな。飛ぶことは可能やろうけど、めっちゃ危険やもん。危ない。いや、集中すると黙ってしまう。ね、自分がパイロットだと絶対飛びたくない、こんなところ。怖いよね。正直。あのね、画面だけ、飛行機の画面だけ見るんじゃなくて、左に出てるね、ケーキの画面も見るとやりやすいかもしれない。ウェイポイント4を通過。よいしょ。無線封鎖解除。基地まで残りますか。もうおしまいか。このようなジェットコースターみたいな。あ、なんかいっぱいいるぞ。よし、抜けたね。抜けたな。よし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 。
はい、行きますよ。はい、戦闘用意。GPT にセット。今回は基準だけじゃなくて、ゲーム持ってきてます。誘導弾。はい、誘導だ。誘導爆弾持ってます。効果型ですね。まあ、施設を爆撃するっていうことで。施設を爆撃するって、もう、もろトップガンは、エースコンバットやんけ。意識してるのかな？意識してるよな、でも絶対ね。じゃあ、もう、ガンガン行きましょう。映画と全く一緒っていうわけではないんですけど、めっちゃ似てますよね。はい。おーし。行くぞ。ゴー。よしあ、サム片付いたって、よかった。頑張れ、マーベリック。いや、私。集中すると何も、言ってることが言ってた意味わかんないけど、ごめんね、本当に。これより着陸する?うん。ええ、ちょっとね、きつい。基地の制圧っていうか、もう、相当私だった。うん、おお、よかった。出て。いるか。うん、ああ。そう。マーベリックだったら外さなさそう。機銃で誘導設置っていうところしたいんだけど、ああ、まあいいや、当たってた。よし、おりゃ、おお、やったぜ。よしどうだ、結構もう減ったんじゃない？でもね、みんなさ仕事してる？マーベリックばっかりさ攻撃しない？はい、作戦終了。よし、ミッションクリアです。あったかいピザ、ありがとうございます。というわけで警告のミッション終了です。やったー、ミッションクリアです。ストライダー、こちらバディスク、滑走路を開けた。着陸許可。よし、ネット出してくれた、ネット。いや、まあ大丈夫なんだけどさ。さ、着陸します。あ、てかあれか、滑走路の着陸だから別にいらないね、ネット。映画ではね、船の上に着陸してたからネット使ってましたね。ちょっと航空機って着陸が一番難しいらしいですね。本当に離陸より着陸の方が難しいんだって。やった、完璧だ。ストライダー1、はい、ストライダー1の着陸を確認した。出迎えよう、出迎えて、マーベリック出迎えて。やりました、空母からの発艦ですね。ノーカットでどうぞ。やっぱね、トップガンマーベリックといえば空母からの発艦やろ。よーし、行きますよ。話せるのか、話します。おい、聞こえるか。お、そいつは最高の状態に仕上げてある。マーベリック行きますよ。キャノピーもピカピカに磨いといたぞ。キャノピーピカピカに磨いた、ありがとう。行きますよ。行ってこい、トリガー。お。向こうで何が見えたか、後で聞かせてくれ。了解。あ、みんな敬礼してる。い
緒に行きたかったぜ。ありがとう。よーっしゃ、行きますか。ああ、向こうの系ね、帰りもみんな、ああ、お前らは喋ってみた。早く上がれって思われてないかな。ずっと敬礼してくれてる、ごめんね。私がちょっとぼーっとっていうか楽しんだった。絶対早く上がれよって思われてるね。それではちょっと外観カメラで発信します。よーし、いくぞー。おりゃーおりゃー、イエーイ。はい、こっちは F14 です。せっかくなので F14 でも来ますよ。トップガンごっこ、もうまさにトップガンごっこです。よーし、おりゃー、クーガーうわー、しばしフライト楽しみ。こんなフラフラしながら入ってきたら怖いよね、絶対。あ、パカッと開きましたね。よーし、では行きますよ。せーの、クーガータッチ&ゴー。よいしょ、楽しい。ずっとね、トップガンを楽しんでました。いやー、楽しかったね。めっちゃ楽しかった。私はめっちゃ楽しかった。そんですごい手汗をかいた。興奮しっぱなしでしたね。はい、そんなわけでエースコンバット7トップガンマーヴェリック DLC 版いかがでしたでしょうか。楽しかったですね。もうドキドキでした。私は映画もすごい良かったですし、ゲームでもすごく忠実に再現されてましたよね。細かいところまで機体も再現されててすごく楽しかったです。またね、さっき遊んだのは F14F18 だったんですけど、他の機体でも遊んでみたいと思います。動画の中では紹介してないんですが、マルチプレイミッション用の BGM2 種としてトップガンアンセム、そしてデンジャーゾーンのアレンジバージョンも収録されているそうです。かあ、これはテンション上がりますな。絶対かけたい。今年の航空祭ではいろんなところでちょっとかかりそうな感じがしますね。いやー、楽しかった。めっちゃ楽しかった。はあ、パイロットになった気分です。マーヴェリックになった気分、楽しかったです。もっと詳しく知りたい方は公式ホームページをご覧ください。それでは皆さんもぜひね、トップガンも、そしてエースコンバット7もぜひ楽しんでみてください。こんな感じで素敵なダウンロードコンテンツがたくさん配信されております。私もね、他の機体でいっぱい遊んでみたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。楽しかった。